ジェフ・バーリンは、アメリカ合衆国のベーシスト。主にジャズ、フュージョン、プログレッシブロックのジャンルで活躍。オペラ歌手の父とピアニストの母の間に生まれ、恵まれた環境の中で5歳よりバイオリンを始める。幼少期からオーケストラで、ソリストとして演奏し、振動と呼ばれていた。ビートルズ、クリーム等からの影響により、15歳でロックに目覚めベースに転向。 高校卒業後、バークリー音楽大学に進学。同級生には、ゲイリー・バートン、パッド・メッセニー、マイク・スターン、ビル・フリゼル、ジョン・スコフィールド、ビニー・カリウタ、スティーブ・スミス、ラリー・コリエル等を持つ。ジャズロック、フュージョンの傾向の演奏スタイルを有すると、評されており、特に、ビル・ブルー・フォードとのコンビネーションが有名。ブルー・フォードの、ワン・オブ・アカインドや渡辺和美の、 スパイスオブライフなど、数々のアルバムで演奏を聴くことができる。ツーフィンガー奏法に関わり、ハーモニックでテクニカルなラインを流麗に弾きこなす。ブルーフォード時代には、ツーハンド奏法やスラップ奏法も使用しており、自身の教則ビデオでそれらのテクニックについて解説している。そのプレイスタイルは、ジャコパストリアスに似ているとも批評されている。 ただしジャコがフレットレスベースをメインで使っているのに、対し、ジェフは、フレッテッドベースをメインで使っており、ジェフは、ジャコの模倣者と評されることを嫌っている。イエスの別動バンドとして知られるアンダーソン・ブルーフォード、ウェイクマン・ハウが、ライブアルバム、イエス・ミュージックの夜を収録する際、体調を崩したトニー・レヴィンの代役として、アルバムとビデオソフトの双方で演奏を披露している。 ビル・エヴァンスにその才能を見出され、ビル・エヴァンストリオ初のエレクトリック・ベーシストとして、マーク・ジョンソンの後任に迎えられる予定であったが、エヴァンスが長年の薬物乱用の影響で死去したため、実現することはなかった。また、1980年代初頭には、ビル・ブルー・フォードのコンサートの楽屋に挨拶にやってきた、エドワード・バン・ヘイレンにバンドに入らないか、と話を持ちかけられたが、 デイビッド・リーロスが自分のことを気に入ってくれるとは思えないし、彼にはビリー・シーンの方が似合ってる。それに自分の方向性を曲げてまで金を稼ぐためにプレイするのはバンドにとっても良くないだろうとあっさり断ったエピソードがある。ジャコ・パストリアスが俺よりも優れたソロイストと公言したほか、ビクター・ウッテンに地球上で最も上手いベーシスト、ビリー・シーンに 彼のプレイを聞くと腕を切り落としたくなると称賛されるなど同世代のミュージシャンからも支持されるまさにミュージシャンズミュージシャンである。ラッシュのベーシスト、ケディーリーが敬愛するベーシストとしても知られている。現在は個人活動と更新の育成に専念している。2013年には渡辺和美とユニットを再結成し2度の来日公演を行っている。 2020年10月、パーシー・ジョーンズが脱退したブランド X へのツアー参加が報じられた。活動初期は1964年製のフェンダープレシジョンベースのボディにトバヤスが製作したフェンダージャズベースタイプのネックに乾燥し、バルトリーニ製のハムバッキングピックアップを2機取り付けたベースをメインに使用していた。その後は、ピビーのジェフ・バーリンモデル、パラデウム、ディーン製の ジェフベルリンプレイヤーベースを経て2021年現在はコート製のリズイミックを使用しているいずれのベースも初期に使用していた改造プレシジョンベースが元となっているこの他1980年代にはノバなるメーカーに在籍していたジョンバスカリーノが製造したカスタムメイドのベースやヤマハ RBX を使用していたアンプはアンペグヤマハ ピビー等を経て2021年現在はマークベースと契約している。マーク、ベースとはシグネチャーモデルのベースアンプを共同で開発している。ビル・ブルーフォード・ブルーフォード・アラン・ホールズワース・渡辺 カズミプレイヤーツその他の参加作品 http コロンスラッシュスラッシュ www.bassinside.com スラッシュ2零0 2スラッシュセプテンバースラッシュ j b e r l i n h t m a r c h i v e d 2零0七年三月十一日アットザウェイバックマシン以前にも同様のダイレクト版があった。 先日の渡辺和美、スパイス・オブ・ライフにおいて当初参加予定だったのは渡辺と以前から交流のあったレビンであり、その流れでブルー・フォードの参加が決定。しかし肝心のレビンがスケジュールの都合で参加不可能となってしまい、急遽ブルー・フォードが旧地のバーリンに話を持ちかけ、無事レコーディングに至るという経緯があった。 http://www.forbase-splayer-sonly.com スラッシュ -in-t-e-r-v-i-e-w-s スラッシュ -je-f-f-b-e-r-l-i-n トエッティ・ムール・ハットパーシー・ジョーンズ・リーブス・ブランド X ノートレブル https w w w n o t e r e v e c o m バズ 2020、10、05、パーシー・ジョーンズ・リーブス・ブランド X、2021年6月2日、閲覧。ジェフ・ベルリン2、ジョイン・ブランド、X4 ツアー。ノートレブル、https、www.notrevel.com e、バズ、2020、10、12、ジェフ・ベルリン2、ジョイン・ブランド X4、ツアー。2021年6月2日、閲覧。 ありがとうございます。